皆さん、おはようございます。イティンでは、野み屋空母駅ゆうです。今日はビッグボス級のキャンプと練習試合についてです。まずキャンプ最後に招平した8人の中の谷信玄元信元中日の監督でございます。やはりキャッチャーの技術をいろいろやってますね、キャッチャー陣。やはり勉強になりました。最初初回に来てたのは、百獣の武井壮さんと原さんと、えー、レッドスターこと赤星のイーロさんが来て、らが来てましたね。はい。いやー、すごかったです。ローランドさんは来たかどうかわかりませんが、はい。 あとはまあ、ビッグボス級のやり方としては、なんとプロ野球練習試合はなんと、ガラポン式でやったそうです。ガラポン、あの、抽選ですね。あの、よくある抽選。あの、金ならせものと、はい。ガラポンでのスタメンは驚きましたね。はい。私も P リーグの組み合わせでもガラポンでやった方がいいと思いますね。はい。考えてます。はい。確かに驚きました。はい。まあ、スタメン発表、インスタでもスタメンを公表するのも驚きでございます。はい。いかがですか 以上です。バイバイ。